にゃーにゃーん、どうも、こんにちは、シュンキービシュンのシュンです。ポケットモンスターソード、実況プレイパート75、やっていきたいと思います。ってことで、だいぶ飽きましたね。1ヶ月ぐらい空いたんじゃないでしょうか。あとでね、ポケットモンスターソードシリーズ、再開していきます。ということで、今回、パート75ですね。再開していきます。で、目的がね、ブラシタウンのね、ポケモン研究所へ行きましょうだったのでね、まあ、そこにね、とりあえず向かいたいと思います。ということで、レッツゴー。はい、ということでね、ブラシタウンの方にやってきました。というか、まあ、戻ってきた感じですね。じゃあ、ここでもう早速ね、ポケモン研究所の方行きましょう。右でしたね、確か。で、ちょい、待って、なんで君行ってるの？あなた行ってんの？同族教が集めてきた願い星が今ここにあること、セレブリーがお見通し、もう言えねえよ。セレブリーのないあなた方には不義理な代物です。我々に親しなさい代物代物。願い星とセレブリーは何の関係もありません。なんでそのことを知ってるかは知らないけどさ、あなたたちなんかに渡せるわけないんじゃない？え？じゃあ、渡せる、もう、カメラ撮りや。渡せるわけない。そのようですね。願い星の価値がわからない、あなたたちには必要ありません。やれやれ、どうしましょう、弟よ。へむ、困りましたね、兄貴。誰やね。オープンかーい。ホップくんかーい。困ってんのはソニアと博士だよ。ホップ。ポケモンを強引にダイマックスさせて許せないぞ。って、許さないぞ。それと、口で立ても返せ。おや。てきり、キャンキョンが来ると、あ、自分ですね。来ると思えば、まさか負けた方がおいでになるとは。また、コペンパンに敗北を味わわせ、差し上げましょうか。本部くん。今がされてるじゃん。ナイツの。お、メイズさん、その通りですよ。一度負けたくらいで、気持ちまで負けてはダメです。元気出して、てかもう、一緒に戦おうよ。シュン、わかった。ひとまず、こいつらに出て行ってもらうぞ。そうやね、ホップくん。こいつらですと。子が多かったな。兄貴、え？何者？兄貴、どっちだ？我、悔しい。こいつらごときに、こいつらやばいにさられなんて、あなたも言ってますよね。ええ、高貴な者として、無礼な態度は許せません。そうですが、知りませんよ。おっと、前より戦闘機のポケモンで直ち潰して差し上げましょう。やばいですね。勝負ですね。さあ、ポケモントレーナーのリズリと外が勝負してるときだ。さあ、なんだ？もうなんかわからんぞ。わからんポケモン出てきたぞ。いけるか？てか、3-3やね。てか、レベルの違いが、なんかめっちゃあるけど、もうなんかレベル違いはね、もう関係ないです。関係ないです。置いといてください。じゃあ、火炎ボール。じゃあ、効果抜群の方にね、やりましょう。レッツゴー、エースバーン。いけ、よし、一撃、ありがとう。一撃です。ありがとうございます。倒しましたね。経験値、ゲット。レベルアップ、ブリエンダイナレベル64。お、コスモパワー覚えたい。何コスモパワー、何コスモパワー、宇宙のパワー。どうしよう。自分の防御で特報をあげる。でも、まあ、こっち攻撃技だけでいくかな。けど、バス諦めまーす。で、まあ、まだね、今度覚えたいかね。私らがレベル64。ネクスト、ステムタックル。おっと、バイオル大丈夫。おっと、ハンドルにダメージ。アクアブレイク、あ、水はダメだ。水やめくれー、水やだー。水やだよー。お、対列です。
うまく食べれない、うまく食べれない、ちょっと不安そう。もう、そんな不安にならなくてもいいよ。てか、あれやね。ね、まんた、ちょっと、無限大なチェンジしようか。エースバーゲンで無限大なチェンジしようかな。じゃあ、ちょっと、いいところまで、この戦い、カットしますね。チェンジキーもらいました。チェンジキーゲット。レベルアップ、エースバーンレベル74。で、今、ちょっとね、一人倒したところですね。まあ、こんな感じになってますね。ウォールダウン、トコダウン、オブラオブラ、ブレイブハード。お、飛んだ上空からおー、一撃多いね。さあ、ってことで、あれ、経験値ゲット、経験値ゲット、ブズン。なんかいつもこの経験値ゲットがね、楽しいんだよね。経験値、ギギギアだ、ギギギアル、ギアル、ギギアル、ギギギアル。おっと、あとなんだ、あと2段じゃ、あやだ。効果抜群状態ですね。ああ、てか情報効果抜群なんで、じゃあこの、サチこっちからやっちゃいますか。あ、おー、セーフ、よしよしよし。守られたらね、攻撃できないからね。よし、ってことで、いいところまでカットしまーす。あれ、待って、またなんかいい感じまでとか言ったけど、もしかしたら、大丈夫、検疫ゲット。レベルアップ、パラスワンレベル65。あ、勝てもうたんや。いいところか言ったら、ちょっと終わってしまいましたね。じゃあ、ストーリー買って、ストーリーね、します。何度か来ましたね。よっしゃ勝ったぞ我々のトレーニング用のポケガンもあげるのは、ふん、二人がかりとはいえ、褒めてあげましょう。お前らも二人がかりに見えますかね。早く、クチラ盾を返して、ポケモン暴れさすのもやめろよ。よろしいでしょうか。え、何ですか。あなた、あれですよね。新人さんですね。何、そう。今日、そっと危ないですよ。何、怖いわ。なんか勝手に踏んでるよ。え？潜入任務、ご苦労でした。え？もしや、え？もしや、あなたは、もしや、スパイ？何？願い星は敵に出ましたか？ソッド様、ギルギー様が、って、ギルギー様が時間を稼いでくれたおかげで。女子ジャッシュ、え、ちょっと待って、保管していた願い星？あら、見事にやられましたね。うわぁ、はははは、高笑い。お返しすぎて、宝らしで、お茶菓子が食べたそうです。何言ってんだ。先ほどの勝負は、ただの目くらまし。我々は戦う前から勝ってたんですよ。はははは、やめろ。それでは、グッバイ、グッドバイ。あ、待て。どうしてソニー博士、ごめんなさいね。最初から騙していたんですね。我々の計画のため仕方ないことなの。我々がもう一度王のなんちゃらこんちゃらとして今回君臨するために騙されたソニアさーん。おー、違うの、あれ、ソニアさん、ソニア博士、大丈夫ですか？え、ソニア博士、ててん、え、どうしよう、え、ちょっと、博士、あの者たち、大口を叩くことだけのことはありましたね。え、じゃあ、ちょっとね、ソニア博士がね、後ろ向いている段階でね、今回のパートをここで終わりにします。次回のパートはね、多分この続きになるかなと思いますね。よろしくお願いします。ってことで、今回のパートも最後まで見てくれてありがとうございました。ってことなんですけど、そうですね、ちょっと、動画の最後にね、ちょっとお知らせ、もうちょっとまあ言うんですけど、ですね、生配信でね、ポケモンの交換会とかね、対戦会したいなってことでね、順次計画進めています。多分ね、10月中旬頃にはね、発表できるかなと思いますね。
よろしくお願いしますっていうお知らせを最後に加えて、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。ということで、ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。にゃーにゃんから始まる動画へようこそ。にゃーにゃん挨拶して、にゃーにゃんって声出すよ。にゃーにゃん出前も。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。ツイッターもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、画面左の丸のボタンをタップか&クリックでよろしくお願いしますってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。